ちょい。こんにちは。今日はみなとみらいに行った Vlog をお届けしたいと思います。本日の目的はみなとみらいのシェイクシャックに行くことだったので、早速向かいます。パンとお肉のみのシンプルなまま、なんだかんだ初のシェイクシャックでした。本当はイチョウ並木に行こうと思ったんだけど、なんとオリンピックのやつで休業だったということで、みなとみらいに来ました。美味しそう。コーヒーとポテトとバーガー、シェイクとフライとバーガーを頼んだんですけど、なかなかのボリュームありましたね。これ2人とも食べ終わんなくて苦戦しましたけど、めっちゃ美味しかったのでまた行きたいな。今日のコーデのポイントを教えてください。黒だから黒。以上ですか？他には？他はやっぱ涼しげのあるサンダルとシルバーの、こちらどこのブランドでしょうか？ティーナです。ティーナのティーナジョジュンです。つけてるのがポイントです。そうですね。ごっつく。ごっつく可愛いです。夏らしく。ジャリジャリついてます。可愛い。8000円高いよね。画面が明るくてさ、あ、そうしそう。この魚キモくない？こいつは可愛い。キモいけどね、うん。この日も夏日という感じで、入道雲もあり、外は暑いという一日でした。ちなみにこちらは大きいですね。めっちゃいい感じ。2人ともめっちゃいい感じしか言わないという感想なんですけども、動画だけどとてもいい景色でした。みなとみらいはあちこちが一応顔隠してる雲になってます。観覧車が可愛いかも。本当に人乗ってるのかな。動いてるよ。2人ともしっかり夏バテをしているので、すぐ休憩タイムですね。スモアールのベンチで喋ってました。元気が取り戻ったので、大桟橋の方に向かうことにしました。ちょうど出てきた。こんな感じでオリンピックのマークがあったり、どこを切り取ってもいい写真が撮れました。いいね。はい、このカフェでもやっぱり飲むのはカフェオレですね。朝もコーヒー飲んできたくせに、カフェインをしっかり取っていこうという作戦です。美味しかった。本当になんか落ち着いた雰囲気で良かったです。地味なんだけど。これ2個やったら2個僕って知ってる？どういうこと？知ってた。知らなかった。じゃあ3個やったら、3個やったらもう2個なんじゃない？あ、1個かもしれない。3で1なんだ。あ、3じゃん。3-2-3-2。3-3だよ。真ん中がどっちにもいってる。あ、そういうことだ。3-3だ。いけるねこれ。ちょい、ちょい、そう。
大桟橋はやっぱり綺麗でしたね。風景が夕日もねちょうど見えて、あ、これも夕日、卵みたいなのが見えました。でこれすぐ暗くなってきちゃったっていう感じですね。ビデオの方が見えるかな。え、でもそれある。 4K のところ。 4K じゃないけど見えるよ。でもえ、すごい、ビデオの方が映る。はい、ということでみなとみらい Vlog でした。次の動画も見てね。バイバーイ。